はい、おはようございます。シャチくんです。よろしくお願いします。では、前回ね、あれですね、エリカで、良くない負け方をしてしまったんで、はい、とりあえず先にね、空を飛ぶ取ります。はい、もらってきました。あれなんですよね、ゲーセンの下でね、穴を掘るを使って、シオンに帰りたかったのに、ポケセンに行く羽目になったからな。あ、こっちか。まあ気を取り直していきましょう。目標は3時間半。いけるかな。うん。でってってってれって。ここはもう余裕でしょうよ。もう50まで言うこと聞くからね。余裕も余裕だと思いますよ。レーズバット。まあ、振り分けていきましょうか、技は。岩なだれはね、冷静に考えるとね、あれなんですよ。技構成ミスってんなって思ったですけど、ポケモンタワーで使えますね、多分、結構。あ、やべ。あいつどうやって扉閉めたんだよ。よし。では、エレベーターの鍵取ります。はい、来ました。では、親切なロケット団と戦いましょう。ははは、エレベーターが使えないって鍵は誰が持っているのかな？ありがとう。フラグありがとう。はい。団員ね。どうか。ヤモトが普通にカビゴン強えな。あ、でもあれか、ゴレベから育ってるから、こんな HP 高いのかな？努力値で。うん。そんな。そんな。しまった、せっかく隠しといた。エレベーターの鍵が。話しかけたら出てくるってどういう隠し方なんだろうな。はい。はい、来ました。では、倒しましょう。とりあえず、榊はね、ちゃっちゃと倒しちゃいたいですね。はい。ロケット団。てか、何気にさっきからずーっとカビゴン先制取ってますね。うん。先制取りゃ勝つよな、そりゃ。あ、でもな、四天王の技構成ちょっと考えとかないとあれか。結局ね、特殊そんな高くないんで、ノーマル技、あ、さすがにアバックには勝てないって。ノーマル技の強いのないと、あと自信か。うん。厳しそうよね。あぎゃぎゃ。まあ、本当だったら、破壊光線入れれば超強なんですけど、まあ、タイムアタック、かっこわらをやってるのに、スロット行ってる場合じゃないからね。はい。オッケー。アーボ。いやー、でも冷静にカビゴンののしかかりって、最強なんじゃないか、普通にやられたら。あー、ちょっとまずいね。あー、強っ！25しか食らわんかったけど。防御も高えのか。悔しいがやられた。うん。まあ、いいから、いいから。はい、榊。ほほ、こんなとこまでよく来た。うん。そのリーダーが私だと。悪巧みにポケモンを使う。自分だったら何しますかね、ポケモンで。まあ、とりあえず一番欲しい技はテレポートかな。うん。実際に行ったら空を飛ばんな早く移動できないもんね。テレポートか。まあ、猫に小判とかいいけどな。
いやでも結構今真剣に考えてんな。実際にポケモンがいて、どのポケモン一匹しか選べないなら何がいいんだろう。まあ冷静に考えたらミュウか。てててんてれれん。はい、なんかちょろかったね坂木。子供が考えるようなことを考えていたら終わってしまいましたね。では穴掘ります。はい、でポケセンも行きます。じゃあポケセンじゃない、買い物。はい、いい傷薬とシルバースプレー買いました。ではライバル倒しましょうかね。ててててんててれれれれれ、お前のポケモン死んだのかはあんまいいセリフじゃないよ。はい、残業ね。いや最近マジでな、これ毎回言ってるんですけどね、残業、残業がひどいっていうか労働時間がそもそも長めなんですよね。11時に出勤して10時までですね。最近あ、ま、マシではないんだけど、その分休み減ったんだよな。なんか普通なんですかね、普通8時間9時間拘束ぐらいだよね。それでも長い気がするけど、仕事なんか7時間ぐらいでいいと思うんですけど、ダメなんですかね。わっ、うん、あ、ひるんだ。てか強えな普通にカビゴン。でもやっぱ素早さだけ気になりますね。先制されるとどうしても何か起こるからな。ああででれれれれ、あ、畜生やりやがったな。手加減してくれたんだ。うん。が、まあ、未だにね、4匹ぐらいしか捕まえてないよ。君は本当にすごい。では、では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 、はい。はい、ではこいつ倒します。てってって、一緒に呪われ。嫌です。皆さん、幽霊は信じますか？あんま信じてない派なんですけど、最近ね、あ、ナイトヘッドって食らうんだ、だるいな。最近ちょっとねバイトの子から心霊的な話を聞いて、それが本当だったら集団いじめか本当に幽霊いいなーっている思わされる話を聞きましたね。まあ、絶対いじめの方だと思ってるんですけど、まあどうでもいいですね。はい、鬼頭氏との勝負に勝ちました。あ、いらねえか。てるるるー、はい、でってんぜ、ひひ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 、てれて、あ、痛い。ナイトヘッドだるいな。ナイトヘッドってなんでゴースト技なのに食らうんだろう。これだけ。はい。いやでもマジでここ岩なだれあってよかったと思いますわ。物理技だもんね。さすがにゴースト耐えれないよね。じゃんちゃらじゃんちゃらららら。まあ、山吹先に行ってもいけそうな。あ、山吹、あれか。あ、いや、ポケモンタワー、あー、5じゃなきゃいけないのか。うん。はい。あ、え、なんで？ナイトヘッド覚えてないの？こいつだけ。まあ、よかった。いいね。いや、これでもう岩のあたりいらんのじゃない？
はい。んで、ガラガラね。で、で、でん。怖いね、この男。これ本当に怖いわ。お化けは信じてないけど、お化け屋敷とかは苦手なんだよな。あれ、行く人の心理全然わかんないんですけど、なんで行くんですか？びっくりすんの分かってんのに。うん。まあいいや。はい。ああ。なんだお前は、何しにここへ来た？遊びに来ました。ここに来ないと進めないから来ました。てれてんてんてん。はい。のしかかり無双が始まる。ズバッと。どんな気分だ、ズバッと。あ、ゴルバット。あ、いや、さすがに早いな。はい、いいね。レベルがすくすく上がっていきますね。すくすく上がっても困るけどな。よし。これでも夏目、結構きつくない？わかんないけど。どうなんだろう。夏目きつい気がするんですけど。特殊がなぁ。サイコキネシスって必要なのかな？あ、格闘に使えるのか。むずいな、なんか。ポケモンな。ポケモンで金稼ぐってなったら本当何すんだろう。悪巧みに使うっつってもね。普通に強盗とかしかない気がするけど。はい、怒られた。はい、いや、ダメ。張り切っている。これ実際急所率どんぐらい上がるんだろう。そういうのは詳しくないんですよね、全く。これも何回か言ってるんですけど、ポケモンばっかり投稿してるんですけど、まあ本当はね、昔のゲームをやりたいんですけど、なかなかね、時間がなくて、どうしてもポケモンなら終わるからポケモンをやってしまってますね。なんであんまりね、実際ポケモン詳しくないんですよ、そこまで。なんかね、疑問に思った系のことを僕が発言してたらコメントとかで教えてくれるとありがたいですね。はい、ポケモンの笛ゲット。これどうしよっかな。いや、山吹だな。はい、ということでね、山吹からクリアします。シルフカンパニーですね。いや、一応もらっときよう。はい、サイコキネシスもらっときました。はい、では行きましょう。はい、とりあえずね、10回で自信取ります。てるるるるるって。10回へようこそ。エレベーターで直通できましたけどね。いかにも下から来てる風だったけど。ゴーリキー、なんか強いな、ちょっと。なんかちょっと強くない？っていうか強っ。防御強。あ、ナイス。はい、勝ちました。あ、レベル上がった。てか、HP やばくない？これ。100レベルになると400超えんの？これ。自信取れ。イントメタシン。まあいいね。使っちゃおうかな。あ、不思議な目。まあいいね。ここのアイテム強えな。はい、自信ね。どうしよっかな。でもさ、ライバルのピジョットを、ライバルのピジョット岩なだれのがいいか。
冷凍ビームよりね、多分分からんけど。はい、アーボックさん。でもこの辺は地震か、あと今日で地震が必要か。メガトンパンチいらねえ気もするけどな。でもいいね。はい、ちゃんちゃらちゃんちゃらららら、ばったり。そろそろアイテム持てなそうだけどな。あ、持てる。ではそういえば今更だけど、ここも最短ルートありそうだな。このルートでしか、あ、突進取っといてもよかった気がする。まあ、いっか。ではライバル行きましょう。はい。てるるるるるるんて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 ん、ひゃははー。さっきもあったけどな。うん。行きましょう。なんちゃって思ってさ。ピショット。ここもう、だって砂かけ覚えてないもんね、多分。この上の岩なだれは倒せるんじゃないか。え、あ、急所か。強いな。にしても強いね。めっちゃ受けんな。うわぁ、マジか。え、これちょっと結構受けんじゃない。やば。あ、急所か。そうでもねえな。で、あ、ガーディね。結局のしかかりの方が強い説あるけど。うわ、急所ばっか。ひどくない？今の。やっぱ先制取られるっていうのがきついですね、ちょっと。たまたま。たまたまってそんな遅いの？ああ、リフレクター。ああ。いや、ここで回復しときたいな。はい、回復しました。いや、一応ね、次のユンゲラーだと思うんだけど、怖いんで攻撃100いった。フーディンじゃん、もう。まあ、のしかかりで。よし、ちょっと怖いな、このフーディンは。今後カメックスさんはメガトンパンチ、あ、でもあれか、しびれてほしいから、結局のしかかりの方がいいな。うん。メガトンパンチの存在意義がなくなったな。ああ、ダメージ一緒だし。わ。いいね。じゃんちゃらじゃんちゃらららら、おうおう。なんで一瞬、そこ向いた？何に進化するとか分かってきちゃったんだよねーは、サンタンヌ号で40匹捕まえてるやつのセリフじゃないよ。うん。ここで波乗りと怪力を捕まえておきます。はい。んで、あ、もう戦闘行くか。はい。こらこら、待て、住んではいかんというのに。じゃらんらん。カラカラ。うん。いいね。あ、すぐレベル上がる。硬くなる。硬くなる覚えんだ。悪くないけど。はい、オッケー。攻撃100超えたしな。ガラガラ。こんなんだったっけ？ここ。やれ。よし。
トゥントゥルルンルルルルルン、ダメだ。諦めんな。はい、じゃあ技変えます。とりあえず地震だね。あと10万ボルト覚えとこうかな。うん、サイコキネシスと悩んだんだけど、だいたい地震でいいもんね。はい、では榊戦行きましょう。どうしてもというなら痛い目。ここでロケット弾は終わります。はい、榊。ここの榊はなぁ、強くねえよなぁ。行こう、デブ。うわ、毒はまずいな。危ねえ。うん。まあ、この地震は耐えないだろうなぁ。ガルーラ。ガルーラはのしかかりの方がいいかな。嫌な技してくんな。ああ、いい技してくんな。うん。次は、サイフォン。まあ、冷凍ビームでしょう。オッケー。うん。で、二度食い。強いな。なんか火ダメ思ったよりあるんだけど、気のせいかな。わっ、マジか。ちょっと危なかったじゃん。オッケー。トゥントゥルルントゥルン、ハグ。うん、ロケット弾は不滅だ。ああ、では第3仕様最適化。では私も穴、会社に穴5個開けます。オッケー。はい、では夏目いきましょう。あ、でも夏目はマジでどうしよう、覚えてね、全然順番。あー、まあいっか。はい、着きました。まあ、大体、合ってたけど、タイムロスしましたね。あと、ここの夏目に勝てるかっていう問題があるんだよな。ユンゲラー。ちょっと怪しいよな、フーディン。どうしよう。どんぐらい受けるかによる、これで。スピーダーを積んで、いやー、ちょっと怪しいな、やっぱ45か。サイコキネシスだったらもっと受けるよね。いや、これスピード集めます。スピード何個でいけんだこれ。3つぐらい。うん、往復ビンタ。ああ、まあ、スピーダー3個でいけると信じましょう。往復ビンタ長いよ。いや、回復しとこ。なんで往復ビンタしていくんだろう。お、長い。やめても。よし、では行きましょう。スピーダー3個で勝てなかったらしんどいな。お、HP200。モルフォン。かわいい。かわいい？え、倒せない。マジか。これは意外だったな。まあ、マジかっていうほどでもないけど。素早さ勝つよね。勝つよね。勝ってね。やばすぎ。
麻痺させるか倒せ。あぶねえ。あ、急所よかったー。どっちにしろ何のためのスピーダーだったんだ。うん、はい。まあよくわかんないけどね、無駄な動きをしたけど勝ちました。これで言うこと聞かないってことももうないからラッキーですね。では穴掘りからの、はい、じゃあ関地区向かいましょう。カビゴン VS カビゴン、やったります。おはようじょ。はい、ポケモンの笛てるるー。長寝ぼけたカビゴンが襲ってきたと。かわいい。いや、初代のカビゴンが一番かわいいよな、やっぱ。逃げます。うん、よし。じゃあそのままね、関地区クリアしてしまいたいと思います。行きましょう。もう余裕、もうだいぶ余裕だと思うんだけど。はい、あとは何分でクリアできるかどうかなだけだ。はい、ジプシージャグラー。先生だけ怖いな。ああ、やべ、のしかかりを一番上にしとこう。うん、はい、のしかかれ。次はユンゲラ。友達いないのかな、進化してないってことは。一緒だね。44。スリープ。あ、持ってるポケモンもちょっと気持ち悪いからな。友達いなそうだよな。やられた。うん。で、は、こいつも倒します。てんれててんてんてん。何の子孫だろう。絶対農民だと思ってるんですよね。めっちゃ平凡だし。ああ、また間違えた。うん、まあいいでしょう。スリーパーはなー、麻痺してくんねえかなー。やっぱ先生取られるよねー。混乱しなきゃいい。あー、さすがに倒せないか。うわー、それはだるいぜ。それはだるいことされたな。いや、でも私は行きます。はい、このまま行きましょう。今日はしょうがない。いやー、毒ガスは受けんなよな。はい、かっこいい。今日は群を抜いてかっこいいよね。まあ先制を取れればいいよ。いいね。はい、次はベトベト。これも倒すんじゃないの。ああ、先制取られんだ。まあサイコキネシスの、あ、ベトベトンとマタドガスって分かんなくなるんですよね、俺。どっちが物理受けでしたっけ？ドガスか。ドガスは今飛行があるから、冬か。冬あるから強いのか。いや、今はあんま知らないな。途中から。いいね。これは余裕だな。はい。あーっと、恐ろしいよ。大爆発やばいよ。倒してほしいな。またトガスかわいいな、ほんと。あーっと、ちょっと怖い。怖いすぎない？無理じゃない？さすがに。
耐える？耐えるよね。うーわ。うわー。勝っちゃった。んで手持ち持ってるから。いやー、ちょっとねー、いや、マジで申し訳ないんですけど、レポート書いてないからやり直すの嫌なんですよ。ここだけ許してください。ごめんなさい、ほんと。ちゃんと預けてくればよかった。ごめんなさい。いや、でもどの道勝てた。うん、はい。はい、というわけでごめんなさい、ここで。もう帰っちゃいます。はい、2時間29分。はい、ごめんなさい、なんかルールもガバガバで申し訳ないんですけど、今回は許してください。ごめんなさい。そんな感じで、今回はこの辺りで終わりたいと思います。いつもご視聴ありがとうございます。また次回もよかったらよろしくお願いします。バイバーイ。